PSP ストラップストラップとは一般的に紐のことを指す。日本では携帯電話の普及に伴い、それにつける下げ紐のことを指すことが増えた。携帯電話以前からのストラップとしては、肩掛けカバンやギターなどの楽器を肩から吊るすためのショルダーストラップ、カメラ、身分証明書、ホイッスル、ペンなどを首から下げるネックストラップ、ペットボトルや携帯ゲーム機を吊るすための、 専用ストラップやハンドストラップなどがある。この他、服、水着などの結び紐や、肩紐、鉄道車両やバスなどの吊り革シートベルトにも用いられる。また、同名詞系のストラッピングには、紐で結びつける、縛りつけるの他に、革紐で打つ、石管するの意味合いがある。なお英語でのストラップは物を安定、または保持するための固定紐。 あるいは釣り紐のことで、携帯電話などの小型機器の落下防止に使われる、下げ紐、あるいは投資輪は、ランヤードと呼び、区別される。携帯機用の下げ紐としてのストラップは、携帯電話、携帯ゲーム機等についているストラップ用の穴に、細い輪を通して使用する。携帯電話用のストラップは俗に、携帯ストラップと呼ばれる。登場当初のハンドヘルド型の携帯電話は、 重量があり、大変高価だったことから、落下防止のために手首に通すストラップが装備、されていた。以降、携帯電話、PHS はこれを踏襲することが、一般的になる。種類は、ショートストラップとネックストラップがあり、ショートストラップの多くは手首、または指を通して、ネックストラップは首にかけて使用する。形状には、いろいろなものがあるが、一般的なものは、 対象物に固着するための細い輪の部分と手首等に通すために輪になった紐の部分で構成されている。この紐部分には様々な色や模様がついているものがあり、素材もビニール、ポリエステル、革など多種にわたっている。また根元部分に小さなアクセサリーやマスコットなどがついていることも多い。携帯電話等を彩るためにも使用され、現代の根付とも言える。 携帯ストラップの原型は、江戸時代に起源を持つという説もある。ポケットのない着物を着るために、腰の帯に巾着や扇子などをぶら下げて携帯するには、紐の先に滑り止めをつける必要があった。その滑り止めという実用性とともに装飾具としての役割を持つものとして登場したのが寝付けである。また、携帯ストラップが日本で普及したきっかけは、百九十五年に、 施行された製造物責任運法によるという説もある。PL 法施行当初、携帯電話キャリア各社は、携帯電話取扱説明書中で、落下防止のために携帯ストラップに手を通して使用するよう指導しており、携帯電話機に携帯ストラップを付属させ、販売していた。1 9九十年代後半から二千年初め、ゴのコギャルの間では十本以上ものストラップを、 取り付けるのが流行っており、本数が本数だけに、重量も携帯電話本体より重くなっていた。その場合は、釣り紐としての役割は皆無であり、単にアクセサリーとして用いていた。また、近年では、釣り紐自体が最初から存在しないマスコットが、ストラップと称して販売されていることも多い。本来は、携帯電話をぶら下げるためのものだったのが、 携帯電話にぶら下げるためのものの意味合いに変化している。ストラップは通常、携帯電話ショップなどで売られているが、値段が比較的安価で軽いので、手軽な土産物としても売られ、反則品として飲料、食品につくことも多い。ミュージシャンなどのファングッズでは欠かせないアイテムとなっている。また市場などに出回らず、個人、または 団体が限定的に配布をしているものも多く存在している。この例として、森田和義アワー笑っていいとも、のテレフォンショッキングに出たゲストに配布されるタモリストラップがある。また、PSP やポロコトション、任天堂 DS やゲームボーイのような携帯ゲームにもストラップホールが用意されており、実用もしくは装飾用として、携帯電話用ストラップを装着するユーザーが多い。 デザインに特化したデザイナーズストラップも人気がある。一般にギターストラップと呼ばれギターやエレクトリックベース用ストラップでは右利きの場合ストラップから頭を通して左肩に引っ掛けて楽器を吊るす。クラシックギターにストラップを取り付ける場合は片側をエンドピンと呼ばれるコマ状のピンにストラップに空いている穴に引っ掛けて取り付ける。もう片方は ギターのボディのネックエンドマウラやボディサイド面にストラップピンがある場合はそこに同様に引っ掛ける。しかしほとんどの場合そのピンがないのでネックとヘッドの間に紐を通してストラップに結びつけて取り付ける。フォークギターやエレクトリックギターやエレクトリックベースの場合はギターに取り付けられているエンドピンとボディのネックエンドマウラやサイドについているストラップピンに引っ掛けて取り付ける。 材質は、革、ポリエステル、ビニールなど様々なものがあり、販売価格は700円から15000円程度で、ある。ヘビメタルのギタリストの場合は、金属の角や駒状のものがついた派手めのものを選択する傾向がある。長さも様々であり、調整不可能なものから可能なものがある。ギターを低い位置で構えるギタリストの場合は、長めのものを選択する。 サクソホーン、アルトクラリネットやバスクラリネット、ファゴットなどの木管楽器や管、楽器型電子楽器である湯は楽器の重量が重いため、ストラップを首に通し、ストラップのフックを楽器に吊るして楽器を支える。リストストラップバーベルを使用するトレーニングの補助器具として手首に巻き付けるストラップがある。ストラップは手首から指先を越す長さがあり、ストラップをシャフトに巻きつけ、 シャフトを保持する補強として使用する。正式なウェイトリフティングやパワーリフティングではストラップを禁止している場合もあるが、トレーニングとしてはストラップを使用した方が都合が良い。ありがとうございます。